現役中からセカンドキャリアのことを意識するとか、それも大事だと僕は思ってるんですけど、自分の中できっぱりこれがなくなったらもうやめようと思ってます。どの選手にも必ずやってくる現役引退の時、今振り返ってその時何に困り、どんな心境でいたのか、そこからどのように立ち上がり今の成功があるのか、そこには一人一人違うストーリーがあると考えています。今年現役を引退する選手や、すでに引退してキャリア形成に悩んでいるアスリートに対し、さまざまなアスリートをゲストにお迎えして、次の一歩について真剣に考えるネクストキャリア TV for アスリート。これから取り組もうという考えの中で、一応こう具体的に浮かんでいるものとかってもうあったりするんですか？そうですね、なんだろう、ありません。ない。あります。本当ですか？あります。俺に聞く。でもあのいろんなね、講義がある中で、はい、どういう講義を取ってらっしゃるんですか？本当にそれこそビジネスのマナーであったり、コミュニケーションとか、はい、あとニュースをどう読み解くかとか、新聞とかニュースをどう読み解くかっていうことであったり、はい、営業のまあ初歩的なこう段階を踏んでいって、どう営業を獲得するかっていうか、お客さんとね、とかですかね。あと財務とか、はい、いろんなこう法律とかビジネスマナー、ワーキングルールか、はいはい、とかですかね。でも本当にこうビジネス直結するようなことを今取られているということですね。そうですね、はい。じゃあまあ企業のことも考えたりとか。はい、もちろん。でも企業って中田代表、そんな簡単じゃないですよね。企業は簡単です。あ、企業は簡単ですか？簡単です、はい、書類だけですから。その後起業することは簡単で、その次のステップですか？そこからいかにずっと続けるかっていうのが難しいんですよ。だからそこまで あのサポートなく、我流で起業してしまうとですね、なかなか続かなかったりということが起こる。なるほど。最初にちゃんと、松岡さんに名刺いただきましたけど、あの名刺っていうのはどういう会社なんですか？彼はそうですね、自分の個人事業主としての、はい、まあ、屋号であったりなんですけど、会社組織にはしてなくて、まず今、個人ですね、はい、一人でやってるんで、いろんな幅広く皆さんとお会いするために名刺を作らせていただいたんですけど、はい、その名刺はこちらに中田さんに作成していただきました。あ、そうなんだ、はい、卒業祝い、開業祝いで名刺を、はい、作らせていただきました。これは日本営業大学のサービスの一つなんですか？そうです、内緒ですけど。これ使ってくださいね。見られてた。実際に営業中振り返って、まあ、こういうことを準備しておけばよかったなとか、こういう考え方で行ったらもっと良かったんじゃないかなということありますか？まあ、こう現役中からセカンドキャリアのことを意識するとか、はい、学ぶとか、実際に行動に移すっていうことも言われるし、それも大事だと僕は思ってるんですけど、はい、一方でサッカー、現役中は現役に集中した方がいい、サッカーに24時間かけた方がいいとも思ってるんです。はい、これがやっぱり僕自身も答えは出てなくて、ただ僕がやってきたことで言わせてもらうなら、現役中はサッカーに集中してました、はい、他のことをするとやっぱりサッカーに失礼かなという、うん、まあ、ある種昔ながらの考えかもしれないですけど、まあ、運が逃げるだとかね、24時間をサッカーに費やしたかっていう自分の中の心の自負みたいなのがないと、試合に対した時に相手に対しても失礼だしとか、はい、サッカーに対しても失礼かなとは思ってました、はい、うん、だから今僕はこうやって引退して、きっぱりと引退して 全集中でここの大学の学びに臨んでます、うんうん、僕はこのやり方ですね。なるほど、なるほど、今のお考え聞いてみて、中田代表は感想はどうでしょうか？引退後の彼の中ではギャップがないってさっき言ったじゃないですか、はい、なんでギャップがないかというと、頭が切り替わってるからなんです。スポーツに未練なく、さあ次っていうふうに切り替わってる子はギャップはあんま感じなかったりするんですね。もう1年したかったとか、サッカーなんとかしたいとかって、まだ引きずられてる子はやっぱりギャップを感じてしまうんです。比べるから、サッカーとビジネスを比べちゃうからギャップを感じるんです、はい、彼はもう切り替わってるからギャップがないというふうに思いました。もう笠岡さん切り替わってますか？切り替わってます、うん、多分
多分。というか頭を切り替わった上でサッカーの授業はするかもしれません。はいはいはい、はい、まあそうですよ、中側にいる自分と外側からにいる自分ですけど、キーワードはサッカー同じですもんね。ただ考え方は切り替わってますね、彼は。そうですね、切り替えるの難しくないですか。ですね。まあでも去年の1年間は自分の中できっぱりこう基準を決めて、はい、これが、まあ、気持ち的にも体的にもこれがなくなったらもうやめようと思ってたんです。おで現に12月頃を迎えた時にそういう決めたことが達成できなかったので自分の中で、そこできっぱりって感じでしたね。これっていうのは何ですか、うん、それは今まで去年一昨年はできていたんですか、その前は。まあ徐々にですけど、一つはやっぱりこうサッカーに対して昔はこう24時間意識してたことが、はい、サッカーに対して使えなくなってきたというか、うん、まあ、熱量のちょっと失われてきたっていうのはでかかったですかね。やっぱりこう精神的な問題ですか、モチベーションの問題。モチベーションですかね。それ技術とかっていうよりは、そうですね、技術とか体力がまだごまかせれるっていうか、ある種、はいはいはい、やっぱその熱量がないとやっぱりそこも発揮できないですし、相手とやっぱプロだし戦うんですね、やっぱりサッカーの、はい、11対11の時に、はい、その時にこう戦う、こう内からの気力がどうも出てこなかったというか、それはプロとしてはちょっと良くないかなっていうのは少しありました。それは何なんですかね、長年永田さん続けている中でそういう心境に変わっていくのか、あるスポーツの方に聞くと、あるアスリートは、はい、向上心があって、自分で追い込めば追い込むほどまだ伸びるっていうふうに思ってるうちはモチベーションが上がるんですよ。なるほど。ただ精一杯やって現状維持っていうふうになってくると、もう先が見えてしまうんですって自分で、うんうん、そうなるともう一回火をつけることが難しいということをおっしゃる方もいますね。なるほど、ただまあサッカーを続けてきたことで得られているメリットとかだとか強みっていうのは松岡さんの中にもありますよね。そうですね、まあ、技術的なこともそうですしサッカー的なこともなんですけど、一つはこう選手と監督とか選手とコーチっていう関係性と、はい、で選手と選手だけっていう関係性であったり、で選手とスポンサーの方とか自治体の方の関係性だったり、で選手とサポーターの関係で、いろんなこう人たちが実はサッカー界も絡み合ってて、選手も知らず知らずのうちにそういう人たちと接していって、はい、で人間的にこう成長できてたのかなって今思います。それをこう選手時代からサポーターとの関わりをなくしたり、スポンサーさんとの関わりをなくしたりっていう自分から否定しちゃうと、多分選手と選手だけの仲間内でしか成長できてないと思うんで、選手時代からそういろんな人ともこうこの人たちのおかげでプロ選手でいられるんだっていうのがあると、なんかコミュニケーション力もすごく上がっていって出たんじゃないかなと思います。今の松岡さんの言葉の中には結構中田さんヒントがあったんじゃないかなと思いますが、本当にそうですね。スポーツ選手の一番 の、社会で活躍する上での条件という意味では、はい、いろんな方々との関係性を持ちなさいということも言うんですね。サッカー界はサッカー界だけではなくて、はい、今でいうスポンサーさんとの関係だったりとかってもすごく大事で、そもそもそのサッカー選手の給料がどうやって生まれてるんだっていうと、ファンが、試合を見に行く、そこでグッズを買う、チケットが売れる、ね、チケットが売れる、はい、スポンサーの方が、スポンサー獲得の営業してくれる、全部の収入、球団の収入を選手に振り分けられてるわけである、それが分かっていればですね、ファンの方、スタッフの方、みんなに対する感謝の気持ちが変わるでしょって僕は思うんですよね。はい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 、なので今の考え方は素晴らしいなというふうに思いましたね。なるほど、